こんにちは今日はクラウド時代を勝ち抜く組織こんなテーマでお話をしていきたいと思います。最近クラウドという言葉が非常に流行っておりますこれは突き詰めるといろんな要素あるわけですけどある意味自分でまるまる経営資源を最初から持っていなくても人々の力を借りたりもう本当にいろんなところから経営資源を調達できるとこんなことを意味していると言えるんじゃないでしょうか。 まあ昔はまあ本当にこう IT サービスなんかがそれが重要だったわけですけど最近はまあ製造業なんかでもこういったクラウドをこれを活用して一人からビジネスを立ち上げるこんな流れも随分こう増えてきておりますあの実はあのグロービスのベンチャーキャピタル部門でもランサーズさんという,こう,いうクラウド送信をやっている会社にまあ投資をしていたりもするわけですけどこういった画像の発注であるとか画像の編集であるとかあるいはまあテキストの編集であるとかこういった仕事をですね えーまあ、そういったクラウド送信をしているランサーズさんに投げると、えーまあ、ある意味いろんな人がこう手を挙げていただいてその中から、えーまあ、適当な人を選んでいただいて選んで発注する、えー、こんなこともできる、えー、非常にこう便利な時代にこうなってきていると、まあ、こうしたただ流れを見ていくとそもそも組織っていらないんじゃないって思う人もいらっしゃるかもしれません。でも、まあ、私ははそんななななことはないと思いいい思まますすちなみにに、まあ、だいぶ昔になりますけど ノーブル経済学賞を取られたまあコースさんという有名な経済学者がいらっしゃるんですが彼は市場取引だけで世の中が回るんではなくて組織というものが会社というものが存在する意義として取引コストという概念を提唱されましたこの3つです。この中でそうですねあのクラウドっていう時代になってきて特に一番下がっているのは一番上じゃないかなと情報探索うものが非常にに簡単にできると。 極端に言えばグローバルでも,もう世界中からっていう間にいろんな人々リソースを集めることができると、まあ、こういった時代にこうなってきておりますので組織ってものの持つ意味っていうのはどんどん変わってくるあるいはその必要,が必要性が下がってくるそんな時代が来ているっていう方がまあ言えるんではないかとただじゃあ組織が全くいらなくなるかって言われたらそんなことは絶対ありませんよね。なぜかかと言えば組織だからこそ持てるるブランドであったりノウハウであああっったたりりノウウハいは 例えばリーダーダ育成するみたいな仕事これはやっぱりこう組織ならではってところもありますのでやっぱりこう組織っていうのはこれからも残っていく、えー、まあ逆に私なんかやっぱりこう思いますのはむしろですね世の中がの、まあ、どんどんこういったクラウドが進んでいくあるいはバウンダリーっていうんでしょうかね境界線がこうどんどん緩んできてでなおかつ人々の働き方価値観多様化していくそういった時代だからこそ逆に強い組織を持っている会社っていうのはより まあ成功を収めることができる。えこんなふうに考えています。一見矛盾するようですけど、クラウドのまあそういったあのまあ細かいテクニックにこだわるそういった話よりもどっちかといったら企業としてのコアをしっかりこう強める固める強靭なものを持っておく。えそんな組織がこれから勝ち残っていくのではないかと思っています。じゃあ強靭なコアっていうのは何かって言われたら私はそれは高いいい理念であったり魅力的なビジョンではないかと思っております。 これを持っているからこそいろんな人々がこうまあ共感して集まってきていろんなこう協力を取り付けるこれが要因になるとまさにこう IT が進化し多様性が増す時代だからこそ逆に言えば逆説ではあるんですけどより多くの人に響くそういう価値観これがまあ非常に大きなこう武器になっていくと、まあ、昨今流行っております CSV クリエイティングシェアドバリューって言葉もありますがこういったあの考え方が流行っている背景にも でこう多くの人が何かこう意味のある何か自分が共感できる仕事ってところにどんどん自分のリソースを提供していきたいとそういう時代になってきているってことの,絡んで,くるのではないかと思っておりますそうした価値観バリューあるいはその理念ビジョンそれをこうちゃんと作り見据えそれをこう広くコミュニケーションしていって多くの人の共感あるいはそのリソースこれをこう得ていくそういう会社こそが ここれから21世紀これかかからら世紀の時代を勝ち残っていいく会社にななるんじゃ私はクラウド時代だからこそ私は逆に言えばクラウドのそういった使いこなすちょっとしたテクニックよりも本当にこう会社の中でのそういうコアとなるそういった理念あるいはそのビジョンこれをしっかり持つってことの重要性が逆説的でありますが増していくとそんなふうに考えております。